んにちは。皆さん、毎度ご視聴ありがとうございます。今回はプレゼント企画でございます。皆さんのおかげでですね、登録者が4万人を超えることができました。で、それプラス今回ですね、毎度視聴者さんの方から作品ね、画像投稿をしていただいております。あちらもですね、ついにね、1000回をね迎えることができたということで、まあ、今回はねダブルで嬉しいなということでございます。やっぱりね、皆さんがね投稿してくださるから1000回までねたどり着くことができました。で、それプラスですね、そのまあメインなんですけれど、まあね、登録者さんがね4万人を超えたということでですね、皆さんがね支えてくれて、私もねもう長いこと、もうかれこれ動画始めて8年ぐらいですかね経つんですけれど、無事ここまでね来れたという感じになっております。本当にね、本当にありがとうございます。もう自分もこの生活がなんていうんですかね、当たり前のようになってきてですね、で、それにね、ついてきてくださるね、視聴者さんがいるっていうのはね、本当に嬉しく思います。ということでですね、お礼を兼ねてですね、今回は。まあ、今まではね、5000人刻みではあったんですけれど、ちょっと、作るペース等がね、ありまして、できなかったんで、まあ、1万人ペースでっていうね、刻みでやっていくっていう形になったんですけれど、で、今回こちらでございます。私がね、以前作っておりました、こちら、まあすでにもうねケースに入れてある状態ではあるんですけど、あ、ボンネットがずれてる、まあちょっとね後で直しますけれど、こちらを視聴者さんプレゼント企画でプレゼントさせてもらうというふうにさせてもらおうかなと思います。で、今回なんとですね、まあねダブルで嬉しいということでですね、こちらがねもう1台あるんですね。じゃーん。で、こちらなんと私の師匠が作ったものでございます。ちょっとね、一応フォローしておきますけど、師匠が言うには、それな適当に作ったもんなーって言ってたので、一応そういったフォローはねしておこうと思います。まあでもね、とても素敵な綺麗な作品で、師匠がこうね好きな形で作った感じですね。自分の方はやっぱり教科書通りというか、まあ、説明書通りにですね、そんなこだわりなくって言ったらちょっと良くないけど、まあ、綺麗に作ったものですけれど、師匠が作った方は、好きなように作った形になりますので、またね2つ並べると面白いんじゃないかなと思います。同じ GTR のね R32 ですねになっておりますので、こちらももうね両方、まあね、2人にっていうのもね考えたんですけれど、そうするとどっちが行くかわからないって、で、まあちょっと変な言い方かもしれないけど、ナベさんのチャンネルじゃないですか、ナベさんのチャンネル見てる人に師匠の作品が行っちゃうのもちょっとおかしな話だなと思ったので、まあこれはね2個同時にね上げた方がいいかなということで、なんとですねプレゼントが倍になっておりますので、ね、ぜひ応募していただけたらなと思います。ということでですね、ちょっと短い動画なんですけど、ここからはね、ちゃんと応募方法のお話をね、していこうかなと思います。ですね、まず、まあ、大事なところなんですけど、Gmail の方にですね、また概要欄の方に貼っておきますので、そちらに送っていただけたらと思うんですけど、大事なことです。Gmail で受け付けますっていうこと、タイトルあるじゃないですか。件名っていうやつですね、メールのところに。そこに、プレゼント企画と入れていただけると、いただけないと、あとでメールって、ちょっとそのメールアドレスにいろんなメールが来ますので、あとで検索がかけれなくなりますので、プレゼント企画と入力してください。あとですね、未成年の方っていらっしゃると思うんですよ。で、もし当たっちゃった場合、住所を聞いたりしないといけないじゃないですか。そうするとね、ご両親の方に迷惑かかってしまうとね、よろしくないので、勝手にね、そんな怪しい YouTuber の鍋さんなんかに教えるなというふうになってしまうとよろしくないので、一応ね、ご両親の方にね、了解だけ得てから、とりあえず応募していただけたらなと思います。うん。あとですね、いきなりね、住所を送ってくる方いらっしゃるんですよ。
一応ね個人情報ですので、ナベさんから返信が来てから住所をねこちらが聞きますので、それから教えてください。なんでまあそうですね、そのぐらいかプレゼント企画応募しますみたいな感じですね。まあ タイトルはプレゼント企画というふうにしていただければ、あとそちらでこちらでね抽選しまして発送させていただきますので、 まずはメールをさせていただきますので、いきなり住所とかで個人情報バーンと送ってくるからちょっとねやめていただけたらなと思います。一応、うん、そんなとこかな。絶対なんか足りない気がする。うん、まあ、ということでございます。なのでメールを送っていただければと思います。で今日のこの動画からですね、まあ、1週間応募期間を、出そうかなと思っておりますので、まあ、それ以降になってしまうとですね、ちょっともう応募締め切ってしまいますので、動画も削除させてもらいますので、こちらの動画ですね、ね、変に初めて見た人がね、なんだこれっていう風になってね、ちょっと困っちゃうといけないので、ね、まあ、今回は1週間だけという形になります。でその1週間が終わった3日以内にですね、私の方からメールを当選者の方だけで申し訳ないんですけれどお返事させていただきますので、もし来なかったらね、あ外れちゃったって思ってね、申し訳ないですけどね、本当はね見てくださってるね皆さんにね、ちゃんと全員にねお礼をしたいんですけれど、ちょっとそういう例は物理的に厳しいのでですね、申し訳ありませんが、まあ、ちょっとねこういったことはでもさせてねもらえればなと思って、ちょっと一人で申し訳ないですけれど勘弁していただけたらなと思います。あとはですねそんなところですかね。なのでもしその選ばれて返信が1週間またそっから1週間まあ3日にするか、3日以内に返事が返ってこなかった場合は次の方にさせてもらいますので、もしそれが4日目に来ちゃったっていう風になった時にすいませんでしたっていう形になってしまうので、そちらはねちょっと申し訳ないですけれど許してくださいということでですね、今回はね2つ4万人突破ということで、と作品画像投稿が1000回目を超えたということでですね、お礼のダブルということにしましょう。でまあね師匠がねじゃあこれねいろいろあって師匠が私にくれたんですよ。でナベさんこれ好きにしていいよって言われて、好きにしていいよって、別に自分が師匠の作品いらないとか言うわけじゃないよ、あせっかくだからプレゼント企画にね、自分がここまで綺麗に作れるようになったのは師匠のおかげなので、まあなんかスペシャルなセットだと思うんだよね、ということでぜひ2つね並べていただけたらなと思います。ということでまあちょっとねこれは大事なところでもあるんですけれど、大事にしてくれる方っていうのがね一番のルールかなと思いますので、まあ形あるものですのでいつかはね朽ちてしまうものだと思うんですよ、いくらプラスチックでこういうカーモデルだとしても。ですけどねまあね存在な扱いをしない方にぜひ手に渡ってほしいなと思いますので、大事にしてくれる方ぜひ応募していただけたらなと思います。ということでちょっと考えてるのが、もしね同じ愛知県の方だったら鍋さんが手渡しに行くかもしれないので、愛知県の方だったらね、うん、なんかねせっかくだで会って渡したいですね、これはいどうぞって言って、まあちょっとねお話でもねしてみたいな。まあ、ただ県をまたぐとちょっとしんどいので愛知県内というふうにさせてもらいます。ということでですね、今回こんな形で2台プレゼント企画させていただきますので、ぜひ皆さんねご応募お待ちしております。本当ね皆さんのおかげでねここまで、来ることができました、ありがとうございます。またねこれからもね、変わらない形でこういったね動画を続けていけたらなと思いますのでね、見ていただけたらと思います。ぜひ作品画像投稿の方もね今後ともね投稿していただけたらなと思います。ということで今日はこの辺でダブよろしくお願いします。
サムネ用こんな感じでいいか。よし。